どうも、開墾植物コアチャンネルです。はい、今回の動画はですね、またパキプス発根管理の動画なんですけど、結構苦労しまして、まあそのね、お話をしようかなと思います。ご興味ある方はご覧ください。どうぞ。今回のパキプスはですね、去年10月に、まあ、ネイティブ大阪さんのパキプスベアルト即売会に行って購入してきました。この形のパキプスね、入店しても5分で決めました。というかね、5分かかってないですね。もう入った瞬間にもう一目惚れしちゃって、やばかったっすね。もうすぐにね、決めました。手根なんてね、もう切ってなかったっすね。切ってなかった、確か切ってなかったですね。帰ってきて切って確かめました。もう形に惚れてね、もうこれだっていうことでね、はい、ちょっとカニっぽい感じで。ではね、早速管理説明をしていきましょうか。まあ、いつものようにですね、手根を切ってダコニール500倍から300倍ぐらいですかね。で、あとですね、メネデールを入れました、今回。まあ50倍ちょいかな、それぐらいの倍率でね、はい、漬け込みまして、温室のですね、まあいつも通りですね、まあ温度が32、3度で、湿度が 70% から 80% ぐらいで管理し始めました。3日経ちまして、朝リセットを一発しました。まあ夜撮影したんですけども、芽吹き始めてきまして、9日目にですね、2回目のリセットをかましました。そしたらですね、結構芽吹き始めてきまして、うわ、これはいけるんじゃないかなと思ってね、ちょっといろいろ試したくて、エゾ砂に植えちゃいました。ここからね、植えちゃいまして、でその後、まあ温室に入れて、まあ、管理していくんですけども、したらね、30日過ぎてからですかね、だんだん芽が枯れ始めてきちゃったんですよね。あれ、まずいなみたいな、ちゃんと吸えてないのかなと思い、まあ、40日目で一回ちょっと抜きました。抜いたら結構ね、匂いがしてきてしまって、まずいなみたいなね。まあ、ただ少しね、カルスができ始めていて、まあこのままどこで行こうか、水耕で行こうかねで決断した上、もう一度吸わせようかなってことで、少しねカットしてダコニールをつけて、また再スタートしました。78日目ぐらいで一回今度はね、トップ陣につけて、で79日でね、もう一回リセットしました。そしたらね、カルスができてたんですよね。あ、失敗したなーなんて思いながら、でだんだんとですね、日数経ってきたら少しずつカルスができ始めてきまして、また97日目にしてね、再びエゾスナに植えました。これね、結構迷ったんですよね。1回植えて鎖が入ってしまったのに、もう一度植える、これちょっと賭けだったんですよね。まあ水耕でやってても良かったんですけど、どうしてもね、匂いが取れなくて、まあここは賭けかなと思ってエゾスナに植えることにしました。でだんだんとですね、まあ、日数が経つにつれて、このね、前のところが少しずつ割れ始めてきたんですよ。あれ、水ひょっとしたら吸えてるのかななんてね。結構ね、これって現地の時の打ち身とかが発根した後に、まあ、皮がむけるじゃないですけど、まあ、そういう症状が出るらしいんですよね。まあ、あとは、まあ、鎖が入ったのかとかっていうところもあるんでしょうけど、だんだん表面が割れ始めてきた。あれ、ひょっとしたら吸えてますかみたいなね。138日目にして、はい、鉢から出しました。そしたらですね、
はい、見事にがっつり発根しておりました。でそれでね、用土を変えて植え込みまして、でその後ですね、これ表面がねどん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 割れてきてしまって、結構ねパックリ基礎だったんですよ。カニのね、あのお腹みたいになってきてしまって、これひょっとしたらパカって剥がれちゃうんじゃないのかなと思ってね、まあほっとけばよかったんですけども、はい、あの遊びでちょっとねトップ陣を塗ってしまいました。今ですね280日ぐらい経ったので、一回ちょっとね、はい、現物をお見せします。こちらの株になります。一応ですねトップ陣塗らなくてもよかったんですけど、なんか結構な勢いで表面が割れ始めてきてしまって、でちょっと考えたんですよ、なんかねこのまま、はい、トップ陣塗ってったらなんかあれ、あのね有名ブランドの鉢のインビジみたいと思ってちょっとインビジプスみたいな感じになってきて、ね、ちょっと怒られちゃうななんかそんな感じがしてね、はい、はい、塗ってしまいました。で今ですねだいぶ上のね枝が出てきまして、で今針金でね、はい、流しております。結構いいっすよね。どうっすか。今ですね管理は外管理をしております。まあ遮光がですね 30% とですね、西側に 50% の寒冷紗を張って管理しております。やっぱりね 50% にしたら結構ねいい感じです。葉がね旺盛になってきましたね。バンバン来てますね。で今表面がですねだいぶ落ち着いた感じですね。はじめね結構明るい茶色だったんですけどね、やっぱり日に当たると、うん、元の色に戻るんですかね。結構ねネズミ色っぽい象色っぽい感じになってきました。あーいいっすね。で裏はこんな感じなんですけどね、どうでしょうか。いいっすね、いいじゃないですか。一回これまた濡らすとねまた変わってくるので、はい、濡らした肌色はこんな感じですね。いいじゃないですか、いいじゃないですか。いいっすね、いいっすね。まあね僕最近ねこういったね、まあ、ちょっとした訳あり株的なねものが好きで、まあ穴が開いていたりとかね、はい、肌がね結構荒れていたりとかっていうのが好きなので、いいっすね。ちょうどこれがもしね、はい、パカッて割れたらまた面白い感じになるのかなと思いますね。これもなかなかね、はい、年数経ってきたらいい感じに仕上がるんじゃないですかね。ものの見事な扁平ですしね。まあ、このね、幅がですね、開口幅が20センチありますね、20センチ。いいですね、いいですね。はい。まあ、やっぱりですね、いろいろなところで、まあ、パキプスはね、見るんですけども、やっぱり自分で発根させたのが一番可愛いかな。うん、で、まあ、当たり前なんですけどね。思いますね。やっぱりねいろいろ失敗しながらねすごい苦労をしてね試行錯誤しながらねやってなんとかね発根させた、やっぱりね特別な感情が出てきますよね。いいなぁ、いいっすね、いいっすね。はい、まだまだね発根管理ねしていくので、まあ一株ね、もう一株ね、今発根管理をねやっております。結構もうね日数も経ってますかね、まあ去年からやっているのでなかなかね、はい、発根はしないんですけどもね、やっぱり楽しいですね、楽しいです。相変わらずのねコアチャンネルなんですけども、またね
動画撮影していこうかなと思いますので、はい、また楽しみにしていてください。カニプスです。インディジプスです。ご視聴ありがとうございました。ではまた。このままね、多分ね、パカって剥がれんじゃないのかな。まあね、トップ陣は塗らなくても全然ね大丈夫だとは思うんですけどね、僕はちょっとね、はい、試したくてやってみました。で、僕の一番好きなところはここのね、はい、額のあたりにあるね、このボコボコですか、なんでこういう感じになったのかなっていうね。いいっすね、ここいいな。あと数年してここはどうなっていくのかっていうのもね、すごい楽しみですね。はい、一応こんな感じでね、はい、針金をかけておりますよ。いいじゃないですか。はい、ネイティブさん、素敵な株をありがとうございました。